How's it going, guys? Welcome back to the BK Nerd Gaming channel. Today we are watching whatever this is. This is called the Ryuko Bad High School. I've already watched like parts of it already, so I'm not gonna go through the whole thing. So basically it's a school and then they go through the whole thing. Just gonna go to whatever. No, wait. You gotta go past there or something. あの妙術が本物タケルってんだ。お前名前はてめえ無視すんじゃねえ。おい名前聞いてんだ。誰だてめえは。かんな。おいラクダ、てめえの知り合いか。いや知り合いというか、こいつにちゃんと挨拶させろや。はい。あの、なに？ワオ！てめえどうなってんだ。やはりあの陰陽術は悪女に好かれるで間違いないな。大佐ちゃんと自覚し、怖く、こそこそ喋ってんだ。助けてスケバンさん。大佐。ねえ六道くんって言うんだね。私ひまわりランナ、学校入学してから来るの初めてなんだ。あ、そうなんだ。そうなの。しかとしてんじゃねえ。たべや。あ、いいのは、つばき、ここは病院。まだ動かない方がいいかも。え、病院？俺、怪我したのか。覚えてないんだ。あ、おう。変な女が来たのは覚えてる？あのスケバンだろ。確か俺が。なんなんだあの女。落ち着いて。なんなんだよ。黙れ。俺は雑魚が嫌いなの知ってるだろ。ああ、すまん。にしてもあの女何者だ。雑魚じゃなさそうだな。女の子を見せ、そもそも女の子って何。概念を覆した未知の生物けど、太ももは誰にでもある。そうだよ、あの子にもあるんだ。だからあの子もきっと女の子なんだ。ためにやってくれ、ひまわりランナさん。ああ、たった同じクロスです。僕潰しただの、ヤクザの組潰しただの、しかもたった一人でだ。何が目的です、そんな。ねえよ、目的なんざ。え？あいつが本当にやべえのは強さじゃない、悪さだ。あいつに何が目的か聞いたら、なんて言ったと思う。むしゃくしゃしてただけ。あいつのあの目、人を人として見ていない。あいつにとって他の人間は虫けら以下だ。ある意味、いや絶対に不可能だが、ひまわりランナを味方につけたら無敵だろうな。僕は君を守るよ。ん？守る？誰から。そりゃ学校。この状況まるでサバンナで一人猛獣に囲まれている気分だ。やばい、またね六田くん。ん？このサバンナにおいて猛獣たちが立ち抜くほどの存在、手を出しちゃダメ。実際飯沼たちも手を出し、助けてもらった方が。うん。ランナさん、ちょっとお願いしたいことが。あ、おかえり。何があったのランナさん。なんか知らない男が何人か来て、チームが潰されたとかで殴られたの。仕返しなのかな、よくわかんないけど。ごめん、お願いがあるって言った。何、何でもするよ。ちょっと待ってよ、怪我大丈夫なの。ランナさん強いのに。そんなに強い相手だったの。全然、ハエより弱い奴らだったよ。じゃあなんでそんなボロボロに。だって六道くんとの約束だから。
ちゃんと約束守ってるよ。男気というが、僕はその時真の男気を見た。そうか。何？お願いって。真の男気は可愛かった。驚いたぜ、ロクド。お前が怠慢申し込んでくるとはな。ちょっとトイレに行ってもいいですか？初めて人を殴ってしまった。いいことを教えてやる。これが本物のパンチの音だ。今まで散々殴られてきたけど全然違う。これが猪熊君の本気。どうする、六道？尻尾を巻いて逃げ出すか。もうやめて、ハルヤ。キャンデラ、六道、僕たちも、はあ、に弱え奴らは。言い訳ねえだろ。ああ、それで言い訳ねえだろ。なんか言っちゃねえ、このクソヤンキーが。してん感じは。俺たちが話、そういう意味じゃお前は尊敬してるぜ、ひまわりランナー。こんな雑魚に早く助け。おい、なんでこいつが受けていた僕の靴つぶやいてしまう。雑魚って言うな。雷が怖いなんて雑魚じゃん。だって本当に、うん、また明日。でも俺にビビってたはずの六道は最後まで立ってた。俺の負けだ、六道東介。雑魚ではなかったな。病院に運ばれたのは飯沼君だったけど、負けたのは僕の方だった。かわいいなあ、委員長の強くさ水江。僕なんて術がなければ人から好かれるはずもない。ビビりの卑怯者なんだから。六度、今朝からそればっかだな。頑張ったじゃないか。ありがとう。じゃあ。今は六道を一人にしてやろう。それも思いやりだ。よし、陰ながら二人で見守ってあげよう。うん。お、六道くん委員会とかやってんの？入らなきゃいけない決まりだし。ダサい、でも好き。どさくさに紛れてこくんのし。じゃあ真面目だと思ってたのに。六道につきまとって品のない。静かに暮らしたい。お何が起きているんだ。おい、六道。よ、飯沼くん。何？ちょっと付き合えよ。女どもをたぶらかしてる奴がいるって噂は本当だったか。2つです。なんでラーメン？いただきます。うん、おごるなんて言ってねえぞ。じいちはあ、普通六度は決して強くない。だが何事にも一生懸命で、だから傷つきやすいんだ。無理に戦うし。あれ散々。あ、六度くん。ランナさん、持ってろ。あ、いたいた。なんで子供が。六道、そいつが番長の幼だ。油断するな。本
当にこの子が。幼田さん、六道潰すってんなら抵抗させてもらうぜ。この幼田という女が悪女である以上、確実に六道に惚れる。なんだ。まあいい、六道、お前は死刑だ。黒方、ヒロ。させねえって言ってんだ。六道は連れて行く。惚れないぞ。どういうことだ。だ、あげると。そうなのかい。六道の。あれ、よくさ。恋愛か。やるならさっさとやろうよ。あれ、おかしいな。おい、そこのベレー帽ちょっと来い。え、ちょっとしゃがめ。こうですか。術は効いていたか。なんかお前は殴りづらいな。よく見ると憎めない顔してんな。わかった。お前の言う通り、まずは二人で話をしよう。行こう。はい。心配すんな、話すだけだ。おい、待てよ。たく自由だな。行くぞ、ヒロ。六道は一体どうなってんだ。あのここ旧校舎ですよね。本当に話をするだけですか。着いたぞ。何ここ。私の部屋。部屋？学校に？お邪魔します。初めて女の子の部屋に入ったかも。でもなんか子供部屋みたい。可愛いだろ。うん、私可愛いもの好きなんだ。気に入ったらいつでも来い。六道なら許す。いやいや、ダメですよ。敬語はやめろ。これは番長命令だ。なんか不思議なやつだな、六道って。よく見れば可愛いのか。術が効いてきたのか。これでボコボコにされる心配はなさそうだけど、なんだこの罪悪感は。ほら進め、六道。みゆちゃん、どこにいても。みゆちゃん。そろそろ教室に戻らないと。じゃあ私も行く。いやいや、幼田さんは3年生で僕は1年。教室が違うよ。同じだよ。え、私2回留年してるからまだ学年的には1年生。確か私も1年2組だ。そうなんだ。ここには夢と希望が詰まってるんだから。ああ、次見たらぶちのめすぞ。本当にその作戦を実行に移すのか。うん。お前の気持ちもわかるが、奴を更生させるなど無謀だぞ。俺の傷が物語っている。六道、やってみるよ。徹夜で考えたアイデアなんだ。何か提案がある人がいれば手を挙げてください。はい。じゃあ六道くんどうぞ。学習発表会は植物の観察をするのがいいと思います。この学校の中庭にはお花がたくさん植えられているので観察しやすいと思います。数学や理科のような堅苦しい勉強ではないので、クラスのみんなで。つえじゃねえんだから。私は大賛成だよ、六道くん。もう違うじゃん。多分これだと。早くザコじゃなくなるよ。あるや、水やりすぎ。なかなかうまく書けんの。難しいね。六道くん、私は何をすればいい。オッケーだね。おさなだ。鬼島連合は間違いなくナンバーワンのチームだ。鬼島に入りゃほとんどの敵はいなくなる。これはチャンスだ。だから、おい、この部屋どうにかなんねえか。ん？何？まずは話を聞け。俺がどれだけ苦労してこの話取り付けたと思ってる。鬼島連合だぞ。何それ、私観察日記まとめてんの。
どうしちまったんだ、幼田。やんなきゃ発表会できなくなっちゃうじゃん。前にも言ったろ、学校辞めてもっと暴れようって。暴れるの好きだけど、もういいんだ。学校は辞めないことにした。あ、私たくさん友達ができたんだ。規則とか校則とかはめんどいけど、みんなで愚痴りながらやるのが楽しいんだ。全部六道が教えてくれたんだ。あ、授業が始まる。またね、黒方。六度。雨が降ってきたし、水やりは不要か。帰ろうか、幼田さん。私、一応花壇の様子見てくる。明日発表会だし、先帰ってていいよ。六度も？うん。六度、今までつきまとってごめんね。自分でもよくわからないんだよね、なんで六道にこだわってたのか。きっと六道には不思議な魅力があるんだな。私、六道と友達になれてよかった。じゃね、明日遅刻すんなよ。六道、もしかして構成して術が解けたんじゃないか。うん。なんだ、お前らも来てたのか。うわっ。これは、その…あの、違うんです。こいつが急に押してきて。はぁ、お前だろ。一番暴れたのはお前だろ。なぁ、そ、暴れろ。火山が…こいつらがやったの。なんで…事情は知らないけど…そんなだ…最初はみんなそう言うよ。こんな可愛い子がこんな…俺は相手が女だろうと普通に。お前らが持ってる武器は何使って勝ち。大事。あの女が相手ならヒロは負けるぞ。他の壁、ようやくつぼみが開き始める。みるみるうちに花開き、10日目、とても綺麗な花を咲かせました。死に飲んなよ、スケバン。絶対に怪我をしないでください。釣られるように他のつまみを。チュニナちゃん、花が枯れないように。邪魔って言ってんだろ。帰れ、六度。13日目。綺麗。どうすれば。カタンが無事だったのが不思議と思わなかった。でもいいじゃないと僕が見てるから。そのバカな考え、もっと真っ黒なんだ。今まで何人ぶん殴ってきた。それが辛かったよね、野田さん。そうや。今のうちに全員退避せよ。大佐、課長。なんだこれ。今のうちに裏口から脱出するぞ。どうしてここが。それはね。なんだ。別ルートで逃げる。でも。幼田さん、早く。早く行け。バカな奴らだ。ここから逃げたとしても、その後鬼島連合がお前らをほっとくわけねえだろ。世の中そんなに甘くねえ。お前なしでどこまでやれるかわからねえが、元気でな、幼田。
には暇気持ちを教えてくれてありがとう。やったー。私には憧れているものがある。それは白バイ。行動の規律を正し、暴走族たちから行動の平和を守る正義の味方。純白のボディにまたがり、颯爽と駆け抜けるその姿はまるで白馬の王子様。憧れは夢へと変わり、学校を卒業したら私も白バイ警官になると決めた。でもそれまで待てない。勝手に変身、白バイ警官姫野麻美。今日もギリッギリのパトロール出動であります。エンドレスラビリンス、時が始まる。エンドレスラビリンス。原付免許一発合格か、おめでとう。ありがとう大佐。なんとかね。それにしても六道、あんなにバイク嫌がっていたのによく取る気になったな。みんなでツーリング行くのに僕だけ自転車だと迷惑がかかっちゃうからね。うん、賢明な判断だ。それで二人ともバイクはどうするんだ。僕はお父さんの借りるよ。飯沼くんがくれるって言うんだけど、いいのかな。おーす、バイク持ってきたぞ。飯沼くん、いいのが手に入ったぜ。先輩が昔乗ってたやつで1万したんだけどよ。心配すんな、ただで。何この、ちゃうかも。ん、最悪。ゆずが丘女学院の1年生、姫野麻美と申します。え、あのお嬢様学校の。これ。え、あ、落としてたのか。ありがとうございます。こいつは下品な改造バイクに乗り、行動を荒らす私の最も嫌いな、排除すべき王子様。なぜ、大丈夫ですか。どうしても確かめたかった。私がなぜあんな不良にときめいたのか。一体どうなってるの。こんなのまるで魔法にかけられたみたい。そうでなければこんな人に私がときめくはずがないもの。おい六道、新しいバイク持ってきたぞ。ふん、お前三段シートが嫌いだったんだな。代わりにエビテールつけといたぜ。春やってさ、なぜかバイクだけ超センスないのよね。やはり不良から見てもあれはカッコ悪いのか。誰だお前。これは誰のバイクですか。六道のだけど。エビテール。六道さん、あなたは今日限り一切バイクに乗ってはいけません。え、なんでですか。ダメなものはダメなんです。よくわからないけどそれは無理です。みんなとバイクで出かけるために僕は乗ります、このエビテールに。女の子を泣かせてしまった。なんだなんだ。あんなバイクじゃなくて、これで私と一緒にドライブしませんか。ドライブ。いや、悪女か。いけない。え、進まない。そう、どっか行くの。分かった。キョウさんが乗ってくれて嬉しい。六道さん、バイクは好き？いや、まだ免許取ったばかりでわからないけど、みんなで気軽に楽しく出かけられたらいいなって。気軽に楽しくか。六道さん、バイクってね、とーっても怖いものなの。このトラウマ確実、キリッキリドライブで一生バイクに乗れなくして差し上げます。悪女だった。
イクは怖いものだって分かりましたか？バイクよりあんたが怖いよ。もう嫌だ、帰る。分かりました。私が運転手のような悪党たちが乗ることは。誰？お迎えに上がりました、六道様。誰だお前、危ないじゃんか。すみません、私六道様の専属運転手を務めております姫野あざみです。六道の運転手？お前が言っていた通りの人物だな。うん、素敵なバイクですね。わかりますか？はい、素晴らしいバイクです。あ、ここ壊れてますね。直しましょうか？え、直せんの？これなら少しいじるだけで直りますわ。はあ、お前すごくていいやつだな。ありがとうございます。六道、ツーリングはあざみさんに乗せてもらうの？いや、それはさすがに。でも、飯沼くんまたすごいバイク持ってきてくれちゃうかな。いけません。あんな下品な不良バイクに乗ってはダメです。私がお連れします。でも…今日は私の牛くんを怖く…私のお腹に捕まってくから…私、白バイ警官に憧れてるんです。昔、暴走族に絡まれている時に白バイ警官様に助けてもらったんです。まるで…だから…何？です。で、健全に楽しくバイクに乗ってください。うん、わかったよ。あざみさんってすごく上品だし、いい学校にも通ってるし、まるで白馬の王子様に憧れるお姫様みたいだな。バイクに乗ったお姫様か。ねえ君、ちょっといい？あ、はい。最近この辺で白バイ警官に変装している危険な人がいるんだけど、知ってる？白バイって…あ、知ってます。僕も襲われたんですよ。それは大変だったね。こういう顔なんだけど。え、あざみさん。私、白バイ警官に憧れてるんです。なんでそんなことしてるんだ、あざみさん。僕の仲間たちがね、何人もこの人に怪我させられてるんだ。これが鬼島のマークだ。気をつけろよ。お前は仮にも鬼島連合の集会を潰したんだ。知らない？この人、鬼島連合の…いや、知らないです。そう。あの、もしこの人を見つけたらどうするんですか？え？それはまあ、ゆっくりお話ししなきゃね。白バイだっての？これは…僕は…あ、だから私は…に…やめない！私はあいつを許さない！白バイ警官様をあんな姿にした古川葵は…ランナ君、実は六度、はあ、また学校で会おう、ランナ君。六道君、熱は？いや、別に熱とかはないらしいぞ。で、大丈夫だ、心配いらない。また学校で。怖い怖い、一人のところを狙ってくるなんて。なあ、君は何者だ？私を覚えてないのか、古川葵。さあ、君みたいな走り屋、一度会ったら忘れないと思うけどね。逃がすか！ちゃんとゴールまでついてきてくれてありがとう。僕のチームに入らない？君みたいなやつは大歓迎さ。入ってくれれば今までのことは水に流すよ。でも断るのはどうなっても文句は言えないよね。どうする？仲間になるくらいなら死んだ方がマシだ。
残念。じゃあ戦う気なのかな。悪いけど君に逃げ道はないよ。助けに来たよ、アザミさん。暴走族め！ゾミ！え？六道様？てっきりこいつらの仲間かと。六道と僕は生きてる気がしないんだ。僕の隣に並んで走れる奴なんて一人もいない。ちょっと止まれ。ん？なんだって？僕についてきてくれるの？死の淵まで！君たち面白いために来たんだ。六道とは僕たちが守る。スマッチで相手、鬼ごっこしよう。って俺らと遊び。見向きも。つら見に行く。や、ち。で。行くかな。た鬼ごっこ何でも妨害してくるんだよ。このゲームの重なってもらうって振りを鬼島ある。分かった。誘いに乗ってはダメです、六道様。僕が振り落とされなければいい話だ。この状況に一切の恐れなしか。なんとなくオーラがあると思っていたよ。今すごい恥ずかしいこと言っちゃった。心配するな。六道は雑魚くね、しぶとい男だ。簡単にはやられねえよ。さっさと終わらせて。みんなもうしっかり掴めるんだ。絶対逃がさないからな。逃がすかよ。目を開けることさえできない。何が起きている。乗ってる感覚がない。みんなで帰る。帰り道のことを考えているようじゃ一生僕には追いつけないぜ。チースピードが出ねえ。犬馬くん、北川課長。どうしよう犬馬くん。改造しすぎてスピードが出なくなっちまった俺のミスだ。こうなりゃ六道は白バイ女に任せる。任せるも何もこの人たち全員がアザミさんを狙ってるんだ。どけーげちゃいがー。俺どんな場所だろうが喧嘩なら負けねえ。要は白バイ女の援護すりゃいいんだろ。ここから先一人も通さねえ。でもあんな数どうやって。初めてヤンシャ見た時マジで憧れちまった。このバイクは俺の憧れそのものなんだ、犬間くん。でも分かってる。大事なのはバイクじゃねえ。乗る人間が強くなきゃいけねえんだ。だから仲間を守るためなら悔いはねえ。食らえザコども。みてえに頑張った先には必ずする。頼んだぜ課長、やってやろうぜ。怖いよ。いいバイクだ。だがそれに運転技術が伴うか。そんなもん知らん。特攻精神。俺を止めたいなら、お前も飛び越えてくるんだな。バカかてめえ。アクセル全開で。ほら見ろ。課長、まだあんなにたくさん。西島の規模なめんなよ。逃げろ課長、俺が何とかする。うわぁ、やよ。僕と逃げ継ぎとはってません。優先じゃねえんだぞ。何してんだよお前。ドクンはどあのバイクなことを。今回は何言ってんだ。ぶらってほしい。全部終わったら六道くんはこの道を帰ってくる。何してんだ。六道君を信じているから。我々の勝利ということだ。葵さんに勝てなきゃ意味ね。ダチな。六道を信じるよ。信じて待ってるのはやっぱ六道が好きだからか。じゃあ飯沼君。愛しているから。全身の感覚がない。
六道様、必ず私が助けますから。こいつまだついて。あさみさん、その男必ず地獄に叩き落とします。ギリギリでね。お前まさかあの時の。よう、相変わらずギリギリだな。遅かったじゃないか。今日こそ僕を捕まえてくれよ。の調子に乗るな。くだらんな。ジャックナイフ、やっぱすげえよあんた。もう一回やって。ダメだ、バレたらクビなんだぞ。いいね、スリルがあってさ。葵、最近ある女子中学生と仲良くなったんだ。おいおいおい、その話ギリギリじゃねえのか。まあ聞けって。その子は世間知らずのお嬢様でな、将来白バイ警官になるって。とにかくバイクに憧れてんだ。それがどうかしたのかよ。お前もそういう気持ちでバイクに乗れ。スリルに依存してバイクに縛られるな。バイクってのは自由になるために乗るもんだぜ。この人に捕まったらもう終わりにしよう。おい、さすがにスピード出しすぎだ。この走りに追いついたらあんたの言うことを聞くよ。ここは道が悪い。いいからスピード。ギリギリセーフか。バイク。アザミ。ロルを。何を。あの子死んでもいいと思ってるんだから。だから僕についてこれるんだ。死を恐れない。たとえインチキな術でも怖くないんですか。怖いに決まってるじゃないか。今のアザミさんに声を届けられるのは僕しかいない。辛くて。あれ、言ったのは待ってませんでした。お加減は。愛車がしゃかっちまって。会っただけで必ず恋に落ちてしまう超絶のイケメン。ただの噂よ。毎日ハーレムを作って投稿してくるんだって。はあ、もう絶対嘘。私が持つ。私が六道くんにカバンを持つな。ずるい。私が持つ。自分で持つよ。カバン返して。私が持つって言ってるだろ。なになに。あの喧嘩よ。カバン逃げろよ。六道様、学校までお送りしますわ。なんだてめえはよ。バイク。六道様の専属運転手ですわ。暴走族よ。誰だ暴走族って言ったの。こっち。お前ら班長命令だ。喧嘩すんな。もう二度と来ないわ。はい、六道くん。ありがとうランナさん。六道くん、変わっちゃったね。家から一番近いって理由で入っちゃったけど、なんか悪そうな人ばっかだな。私の席は…いた！てぇの、どけよ。あ、ごめん。不良は嫌い。めんどくせえな。午後の授業吹けるか。なんでこんな学校入っちゃったんだろう。同じクラスの六道くん。よかった割れてない。ほっとした。悪い人ばかりじゃないんだって。六道くんがいたから学校を嫌いにならずに済んだけど、変わっちゃったね。変わっちゃったね。結構変わっちゃったね。
今や不良を束ねる番長。人ってこんな短期間でここまで変われるものなんだね。やはりみんな気になっているようだ。ひまわりランナは六道以外とほとんど口を聞いていない。気軽に声をかけられない。なぜなら六道がいない時の彼女は非常に怖い。ねえねえ、ひまわりってナイスバディだよな。何食べたらそうなれんの？好きな食べ物何？ひまわりランナの好きな食べ物。飲んだり食べたりしないと思う。そんなわけねえだろ。肉。おお。じゃあ嫌いな食べ物は？甘いもの。何やってんだ。もっと話そう。ひまわり、友達なんだから。私感謝してるんだ。だから困ったことがあったら言ってな。なあ、もっとひまわりのこと知りたい。血液型はなんだ？ AB だ。いや、絶対 B。 意外と A。 O だ。O 型。嘘よ、絶対 B でしょ。俺 O と迷ったんだよ、マジで。おさなださん、次。わかった。次はね、盛り上がってるね。プリンがあったよ。はやった。何してたの？ランナ君にいろいろ質問してたんだ。好きな食べ物とかな。ああ、それ知りたい。ランナさん。なあお前ら、おさならさんの喧嘩見たことあるか？ああ、一回だけな。化け物だぜ、マジで。うちの番長で本当によかったよ。ところがだ、今年の1年に幼田さんに匹敵するほど強い女がいるらしいぜ。まあ、あの木刀持ち歩いている金髪の女か。あいつマジで何者なんだ。幼田さんがそんな奴をほっとくわけがねえ。きっと血みどろにやり合ってんだ。俺らの知らないところで。それでな、ひまわり、黒板に書いてあるのをノートに書き写すんだ。教えてあげるからちゃんとノート取れ。じゃないと私みたいに留年しちゃうぞ。こいつらこう見えて化け物みてえに強えんだよな。まあね、まったくそんな風には見えないな。よかった、こうやってランナさんが僕以外のみんなともどんどん仲良くなってくれたらいいな。ですね、今日は午後から全校で大掃除をする日なのですが、1年2組は教室と駐輪場を任されて。掃除かよ。だれ、めんどくさ。不良の皆さんは何がそんなにだるいんですか？みんな駐輪場に行っちゃったね。おさなださん。不良になっただけで真面目なのかも。床はこうやって拭くんだ。ランナさん、平気になったね。だね、以前の僕たちだったらガタガタ震えてたよ。つーか聞いて、この前さ、男に変なヘアゴムみたいなのもらってさ。それで？それが超センスないわけ。マジ嫌がらせかよって感じだね。あれ？それきついな。でしょ？あれれ？そういえばランナさん、センスない男って消えた方がいいよね。まだつけてくれてない。ん？極道どうしたの？僕はセンスがない、消えた方がいい。極道ファミレスでご今日休日なんで、これでもギャルティーンの専属読者モデルやってんの。あげるわ。しかし大佐、みんないつ来るかは。私たちの席が。ああ、そうなんだ。何が起きたの？六道君、番長どころじゃない。見つけたら石間連合の。あ、ひまわり、六道君が。
Careful my next content.